にちは、みくです。今日はなんと私の彼氏を紹介したいと思います。イエーイはい、自己紹介お願いします。嶋佐です。25歳です。お仕事は何してるんですか？芸人選手してます。はい、ということで今日は私たち新カップルの質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイやったー。ということで今日としまささんにも来ていただいたんですけど、アベマの番組、セカンドチャンスウェディング2っていう番組で成立したお二人に質問をこちらから用意したので正直に答えてもらえればなと思います。はい、緊張してますか？はいじゃあ1つ目、お互いのことを何て呼んでいますか？ミクオ。それ可愛くない？ほんまに全然可愛くないよ。ミクオってそう呼ばれてます。ミクはトシ君。トシ君、トシオとも言うけど、たまに聞いてトシマサって呼び続けるよ。酔っ払ってる時たまに聞いて。いやそれはトシ君も生きてるから。ひなちゃんはトチ君。トチ君っていつも言ってます。なるほどね。そう、なんか五郎とミクオってずっと呼ばれてて、なんかインスタライブしてる時とかもミクオなんたらこうたらってみんななんかファンの人が言ってくるように最近浸透し始めてます。お互いの第一印象聞きたいです。第一印象、なんか地元の友達みたいな感じ。すごいおちょくられてたんで、ずっと最初の初対面の時から変顔したりとかして、なんかおちょくってくる、なんなんって感じ。ほんまに第一印象で最初見た時やろ。最初見た時かわいい。最初ニヤニヤしてるかわいい子っていう意味。なんなんニヤニヤ。違うから。ちょっと待って、ずっとだってニヤニヤしてるから。違う、変な顔するから。いや、する前からずっとだったみたいな、なんか思って。みんななんか真面目にしないだと思ってさ、めっちゃ間が薄くてたイメージ。なんか、ミクはなってなかった？が、みたいな感じだった。嫌やニヤニヤした結果。4回の週末婚があったと思うんですけど、はい、好きになったタイミングを教えてください。最初は僕も分かんなかったんで、面白い可愛い妹みたいな感じだったんと思ってたんで。気づかへんタイプやもん。私なんか自分の感情にあんま気づかないタイプなんですよ。本当に2人でデートした時はに、いいかなと思ったと思うんです。僕もそうかな。2週目のお寿司のシーン。ああ、マジか、泣いてた。マジか、泣くなよ。なんでよ。なんかあの泣いたのもなんか言ったらいけないことを言ってしまったみたいな感じで思っちゃったらしくて。マジかよ、やったわと思って。ね、あれは別に全然嬉し泣きみたいな感じでした。それラーメン行った時もう好きやなと思ったから。ああ、なんか言ってたね。好きになった後、お互いを相手だとして、選ぶ理由って何でした？めっちゃお寿司の話何回もですけど、その時になんかすごい素直に気持ちをそのまま伝えてくれたから、結構なんかシングルマザーって子供可愛いねとかそういう言葉言われてもあんまり多分響かなくなってくると思うんですよ。なんかすごいいろいろ考えちゃって。だけどなんかまっすぐに伝えてくれたから、なんか素直な人なんやなと思って、なんかもっと知りたいなと思って選びました。デートで行くしかしないじゃん。そうやね、確かに。もっと笑顔を知ってみたい、笑顔を見てみたいなって感じ。お互いの好きなところを教えてください。いっぱい言って、何個でもいいよ。優先して考えて行動してくれるとことか、あ、笑った顔とか。それでもなんか自分勝手だとか頑張ってるとこかな。何に対して頑張ってるの？ヤクザを育てる。ヤクザだから仕事をして料理しそうな。案外家庭的なの。案外、まあ、気にせんのにバグってないし。好きなところ優先してくれるっていうのはトシ君もかも。トシ君もミクとひなちゃんを基準に結構考えてくれるから、ミクもそうしようと思うし、そういうところとか、あとずっと最初から言ってるけど素直なところとか、ひなちゃんのこととかもめっちゃ手伝ってくれるところ、ひなちゃんお風呂入るよって言ってお風呂入れてくれたりとか、ご飯食べさせてくれたりとかって
できる人って少ないと思うけど、そういうのをしてくれるからすごいなって思う。そういったところが好きですね。番組終了後に知った愛しの新たな一面を教えてください。適当なところ。え、そういうとこ出てなかった？遅刻するぐらいか。あ、でも時間さ、でもめっちゃいつも待ってるもんね。待ってるもんね。イライラする。待ってくれてます。嘘、そんなイライラしてる？してない。あー、うん、適当か。基本適当なところですかね。ここも適当な。いや、意外と几帳面や。几帳面やけど別に、なんか基本は適当ですか。あの、もっと。あー、逆に。ただ、気になるからやるだけで。あ、そういうことね。うん、トシ君めっちゃ綺麗好き。なんかミクがちょっと話したりしたら今日もめっちゃ吹かれてた。昨日酔っ払ってちょっと何よ、カシャ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 してそれでパパパパ喋るから、洗面台の鏡がもう歯磨き粉だらけで、待って、それトシ君がやってる時もあんねん。俺もあるよ。でもあんな全体的にさ、すんごかったよ今日。汚かったでしょ。でもびっくりした、これミクじゃないと思ってたもん。ミクがやったんじゃないと思って、これやったなと思って、うん、付き合いの中で気をつけていることありますか？してくれたりしたこととか、ひなちゃんに対してはありがとうとか言うように、忘れへんように言うとか、伝え方とかかな。一番一応遠距離やし、なんか言い方とかで喧嘩にもなったりすると思うから、なんか何か言いたいことある時とかは、酔っ払ってたら別ね、呼ばれたら見たとして普通の時はちゃんとこう言った方が伝わりやすいかなとか考えながら話すようにしてます。ちゃんと話し合いするようになりました。あ、でもトシ君からね、話なんかちゃんと伝えてくれたりとかもするもんね。なんか喧嘩してもさ、沈黙一回続いてたけど、ちゃんと話さないとと思ってお互い話して仲直りとかするようにしてる気がする。じゃあ最後、私から、はい、同棲再婚考えてますか？明日にね。明日にね。でもなんかめっちゃ考えてくれてて、よく言ってくれます。まだゆっくりなんですけど、いろいろ話してくれます。ね、楽しみにしてるんですか？ねえ、おもろ。なんでほろかす。ありがとうございます。じゃあ私からの質問は以上なんですけど、このタイミングだからお互いに聞きたいこと、うん、何ちゃんとめっちゃ考えようとしてるの。何何、ここだから聞けるみたいな。え、何やろ、なんか全然何でも言うから。ここでしか聞けないこと。あ、何何、いつまで結婚したい。あ、ミク、うん、そんな特にいつまでにとかはないか。すぐにでもって。そうやろ。言ってないやん。なんかタイミング、うん、だね、それは本当に。マジで5年後とかやれたらちょっとされますとかに無理やけど、5年とかやばいじゃないですか。だけどなんか4年後ぐらい。4年も長いやろ。長い、それは長い。そっちなんかそこまでは待たさないでほしいかなって思うけど、そんな急いではないです、全然。え、トシ君は？じゃあ逆にいつまでに結婚したよ。トシ君いつまでに子供欲しいとか。30歳までにはと思ってたけど。全然まだまだ悪くない。あ、何人家族がいい？あー、ひなちゃん今一人いるから、うん、もう一人か二人かぐらいかな。じゃあ、いやそれ以上はもうちょっとさすがに無理。さすがに無理やと思う。頑張れよ。頑張れよじゃないやろ。ほんまに今応援する俺。ほんまに。でもなんかさ、立ち合いとかしたら挙動ってそうみたいな、え、俺どうしたらいい、俺どうしたらいいみたいな、なってそうね。なると思う。はい、ということで、トシミクカップルの質問コーナーでした。ねえ、バカを。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、これやってよ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。